はい、皆さんこんにちは、ワンダーリグルビッシュです。では今回は提督の決断2、日本軍プレーの続きをやっていきたいと思います。で早速なんですけども、ミッドウェイを攻略した後ですね、敵がミッドウェイ基地、この奪還にやってきた部隊を今迎撃中です。それと並行してですね、アメリカ軍おそらくラバウルを攻略しに来てると思います。空母に入っているこの第一艦隊、この第一艦隊が今ラバウル方面に進軍中という状況で、この第一艦隊が単独で、運用されているとも考えづらいので、おそらくこの近くに、大規模な敵艦隊が展開をしつつあるというふうに睨んでいます。なので一度ですね、ここまで進めてきたポートモレスビー攻略作戦、これを中止します。でラバウル上枠、ここの陸戦隊を強化しておきたいなというふうに思いますので、ポートモレスビー攻略のために進軍中だった陸戦隊を戻します。ではまずその操作からやっていきましょう。本当に残念ですけどね、この陸戦隊は一度上枠に戻し、上枠の防衛および上枠からラバウルに渡ってもらって、ラバウルの防衛という形に当てていきたいと思います。ちなみにですね、ちょっと口内炎ができてしまってですね、結構痛いんですよね今。では行軍していきます。はい、ではポートモレスビーを攻略する予定の部隊は一度、残念ではありますが、その任務を中断し、ウェーバクとラバールの防衛に当たるように指示を出しました。さらに今展開中の潜水艦ですね、この潜水艦もですね、ラバウル近海に入れておいて、敵が攻撃に出てきた場合にね、これの攻略に備えていこうかなと思います。では続いてですね、ミッドウェイとの防衛を考えていきましょう。まず敵の第11艦隊、これ空母ワスプを撃沈して、残りの艦艇がこの辺り一帯に漂っているような状態なので、この第11艦隊を葬り去っておきましょう。それとこの第4艦隊ですね、この第4艦隊の行方もわからないんですが、この第4艦隊もですね、もう従順1、駆逐2という数なので、これもね葬り去っておきたいと思います。では戦闘命令フェーズです。ではギルバートの航空隊に作敵を行わせましょう。敵艦隊発見できず、まあそうだよな。敵の部隊がどこにいるかわからない状態になってるからね今。航空隊でここも作敵を行いましょう。敵の部隊発見、第21艦隊こんな近くにいるじゃないか。これラバウル攻略しに来てるのは間違いないな。ただ見つけた以上は全力を持って潰しましょう。ラバウルを奪われると、このニューギニアソロモン方面の戦いズバリ敗北を意味するので、ここはね前期出撃していきましょう。空母がいないという以上は前期出撃。オーストラリア軍なんだな。上枠の方も作敵を行いましょう。ここも前期出撃でいいかな。で続いてギルバート近くに敵の艦隊がいないというのがね怖いですよね。敵の第一艦隊空母に、アメリカ軍の空母が2隻入った艦隊がここに近くに現れたのは間違いないので、この後の動きがちょっとわからないんですよね。マーシャルでも作敵しましょう。敵の第二艦隊を発見ですね。
まあ、マーシャルに入っている数は多くはないので、我々の部隊の話ですね。ここは確実にダメージを蓄積させていきましょう。この一帯は少し索敵をしっかりやっておかないと怖いな。トラックなんかもね、今第9陸戦隊のみしかいないのか。これは航空隊で索敵を行っておきましょう。ではミッドウェイ島の迎撃戦に移ります。敵艦隊発見。これで2つ確認しましたね。ただちょっと両方とも遠いかな。空母の攻撃で仕留められればいいんですけどね。まずは敵の第二艦隊、マーシャル島の基地航空隊からの攻撃ですね。攻撃機が19しかいないからな。まあそうなるよね。従順一隻を中破。まあここまでっていう感じですね。ラバールの航空隊がオーストラリア軍の第21艦隊を攻撃します。ここはできればね、早々に壊滅させてほしい。いや思ったより粘るな。従順一隻中破にとどまってます。一隻撃沈。続いてミッドウェー方面ですね。よし、敵の第11艦隊は壊滅させました。従順肉畜艦1、これを撃沈。続いて敵の第4艦隊、ここはね空母戦力が少ないのでどこまで削れるかですね。攻撃機をさらに3機も失ったのか。さて前回の大本営会議で中国とは講和をしましょうという話をしたと思うんですけど、何の歩み寄りもせず決裂。そうですか。続いて移動命令フェーズ戻ってきました。山本五十六さんの第一艦隊なんですが、これヤマトが中破してる状態なので、一度ですねトラックに入れてトラックで修復します。はい、ではですねポートモレスビーを攻略しようとしていた陸戦隊は上枠の方に撤退の指示を出してあります。で潜水艦隊の方はですね、ガダルカナル周辺に展開するように指示を出しました。これで時間を進めていきます。さあ戦闘命令フェーズ、まずは敵がいるいないの確認をねしっかり索敵で確認していきましょう。敵艦隊発見。これは敵の第3艦隊空母がいる。いやこれは格好の場所に出てきてくれたぞ。まずはちょっと待ってね、他にもいるかもしれない。そういう観点から索敵をもう一回しっかり行っておきましょう。いるな。慌てて索敵して痛い目を見るところだったな。では攻撃を行いましょう。ちょうど攻撃できる場所にいてくれた。ヤマトも傷ついてますけど怖いな。ヤマトがやられるなんてことになるときついよな。行動力を全部使い切ってる。委任で動かしたからだな。これはしょうがないね。
空撃隊いたします。まあ、ヤマトは今ねトラックに入れて修理するために移動中だったので行動力を全部使ってしまっていたというとこですね。でミッドウェーの基地はですね攻略戦で飛行場を破壊しているので航空隊をまだ進出させることができていないという状態です。よって山口多門さんのね航空隊を持って敵の艦隊の攻撃に当たりましょう。ではこれでしっかりね敵の第3艦隊空母が入っているこの艦隊、この第3艦隊こそ多分ねヨークタウンが入ってるんだと思います。なので空母ヨークタウンのね撃沈を行っていきましょう。でこちらの方はラバウルに第12艦隊が入りましたね。では航空隊索敵から行っていきましょう。敵の第1艦隊がいるはず。敵艦隊発見。なんとしても仕留めておきたい。で続いてギルバートとマーシャル、ここを敵の艦隊を発見したことがあるのでまあいないよねっていう確認をしていきます。第一艦隊はガダルカナルに入った可能性あるな。敵の第一艦隊ですね。敵の第二艦隊を発見。空撃を行っていきます。ではマーシャルの基地航空隊がアメリカ軍の第二艦隊を攻撃します。まあ少しでも削っておきましょう。中波止まりですね。これは前回と変わらずの結果なのでダメージを実質与えることができていないということかな。アメリカ軍ではなく今度はオーストラリア軍の第21艦隊、これの攻撃です。ケント型重巡を一斉撃沈。続いてラバウルの航空隊がオーストラリア軍を攻撃します。ちょっとね口内炎が本当に痛くて舌があんまり回ってないんですけど攻撃はしっかりやってもらいたい。当てられないか。でここだよね、山口多門さんの艦隊がおそらく敵のヨークタウンだと思うんですけどこれの攻撃です。これは指示を出します。冷戦はまあどうでもいいので待機。ちょっと待って、そういうこと？待機って冷戦を待機させたかっただけなのに前期待機か。やらかしたな。これ敵の空母だけでも仕留めてほしい。よし、結果的には御の字だ。砲撃戦でヨークタウン従順2隻撃沈して空母を戦力を温存できた。完全なる結果往来ですけど、御の字ですね。致命的なミスでしたけど結果的に救われたな。はい、では移動命令フェーズに戻ってきました。で上枠の方は井上さんの艦隊いるんですけども、これは陸戦隊を収容していきたいと思うので、このまま待機ですね。はい、ではこれで移動命令フェーズを終えていきたいと思います。
ブナが占領されたか。これ敵が上枠の方に北上してきているという証拠ですね。さらにシンガポールでは敵の第17艦隊、空母に戦艦5、従順1、かなり大規模な艦隊だな。この辺りに進出してきているということはおそらくイギリス軍の艦隊だと思うんですけども、まあ、残念ながらこの中域海域にはですね、海軍は展開していないので陸軍の迎撃に任せましょう。不安がありますが、ではラバール方面ですね。旗色がすごく悪くなってる。まずは索敵を行って、その後にオーストラリア軍を攻撃していきましょう。はい、ではミドウェー付近にもね、敵艦隊いなくなっているのを確認しましたので、残り残存兵力を潰しておきましょう。さっきはねヨークタウンを運よく戦艦部隊が砲撃で沈めてくれましたけど、汚名返上ということで、山口智さんの飛龍総龍から、第3艦隊、敵の第3艦隊の残りの部隊をね、潰しておきたいと思います。で、第2艦隊からね、第3艦隊、敵の第3艦隊に対しても砲撃を引き続き行っていきましょう。ではこれで戦闘命令フェーズ終了してですね、戦闘画面を見ていきます。まずはシンガポールでね、イギリス軍の第17艦隊でしたね。シンガポールの基地航空隊、これは陸軍の航空隊です。イラストリア姿の正規空母1隻を撃沈、逆に言うと1隻残ったという形ですね。まあ、ここで陸軍がしっかりシンガポールで食い止めないと大陸方面もかなり厳しいことになっていくので、まあ何もできないんですけど、まあ応援をするということですね。では上枠の航空隊がオーストラリア軍の攻撃に移ります。そろそろ仕留めてほしいけどな。計順1隻撃沈、残り2隻ですね。足が速くて仕留めきれないっていうことはないと思うんですよね。航空機による攻撃なので、あくまでも。現在仕留めきれないか。ではヨークタウンのいた第3艦隊の砲撃を行っていきます。輸送船もろとも沈めてやると。伊勢が勝破、ダメージを受けてしまったか。しょうがないね。では飛龍総龍からとどめを刺していきます。残ったか。しょうがないね。まあ、ただ事実上敵の第3艦隊は壊滅させることができたと思いますので、一度ミッドウェー方面の戦力もやっぱり立て直しを行いたいので、立て直してですね、防衛ができるようにしっかり準備を整えていきたいというふうに思います。では今回は一旦ここまでにさせていただいてですね、次回またこの続きをプレイしていきたいと思いますので、皆さんの応援引き続きよろしくお願いいたします。はい、最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想やあとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それとチャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。